徹底的にやってやるわ。待ってください。変身。Thank you.
Thank you.
追いかけてきますよ。想定は
ったんだけど、やばいな。
どうしても旨味ないから食べる。どうぞ来たね。はい、これで終わらせましょう。変身。夜ご飯何食うか。ネタがつけたぞ。俺はなんかね、適当に買ったからいいけどさ。あ、何だろう、あれ、3つだけじゃん。あれだけでいいの。大丈夫、軽くなんか食べるんだったら。
まあまあ。焼き鳥さんが見とるね。でもちょうど信号つけちゃったよこれ。信号つけちゃったよこれ。あーやばい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 。あーやばい。取れるなこれ。封印するため最後の役目を果たすべく機動人の3人は刀とともに特攻を決意する。これが新エンドかな。すまないっすね。決勝塔を消しに俺は行く。ここでお別れだ。一人では行かせませんよ椿さん。すみれ一体何を。お忘れですか。椿さんを守ると言ったはずです。私の力を起爆剤にすれば確実です。お役に立てます。椿に向けるスミレのまっすぐな瞳はすがすがしいほどに輝いていた。そうだったな。行くぞついてこい。叫びさ。
そ、何してんの、おだよ。何言ってるの、兄さん。行くのは私だけ。バカ言うな。妹を悲しませる兄がどこに。兄貴の特権だな。行くなら俺が先って決まったんだ。しばしの沈黙の後、ボタンの頬に涙が伝った。珍しいわ。私、あなたの妹に行こう。じゃあ、人から探せに行くとするか。私もみんなに続くわ。シオンさん、待って。私も。何を言ってるの、スズ。これは刀と契約した機動人の仕事なの。あなたは息抜きなさい。違うの、兄さんがね、一緒に行けって言ってるの。だから珍しいわ、プロプレイするってことね。オーケーさん、違うね、これやっぱり。シーンとやばい。スズランが思っているように、シオンにも青ずくまきが感じられた。でもね、行きたいのは私の本心。ほんと、バカなんだから。次は、シロツメクサみたいに咲こうね。一粒の涙が落ちた後、シオンの機体はまっすぐ飛び立ち、皆に合流する。そして、この特攻により、結晶にできた日々が全体に広がり、轟音を響かせながら一つに砕け散った。散っていった破片は、それぞれ弾き合いながら周囲を巻き込み、光と縛られた者たちの物語がここに幕を閉じ、彼らの魂は種となって大地に帰る。そして永遠の花となって咲き誇るのだった。素晴らしい次の世を夢見た。ブリトラヘッジさんみたいなのがあるんだ。エンディングのこの中に